皆さん、こんにちは。JR 東京総合病院の三原です。リンパ浮腫診療もそろそろデジタル化していかないといけないんじゃないかなと。まあ、変わっていかなければいけないんじゃないかなと思っている今日この頃です。えー、そんな中で今回は変わらなければならないことという我々の考え方をえまとめましたので、ぜひ聞いてみてください。それではどうぞ。よろしくお願いします。 コロナ時代のリンパ浮腫在宅ケアということで私のお題はコロナ禍におけるリンパ浮診療の危機変わったこと変わらないこと変えなければならないことということとして話をさせていただきますコロナ禍に変わったことまず患者さん側ですが患者さんが病院に来院できなくなってきましたマスクのために医療者の表情だったり感情が読み取りにくいということも行って 行われてていいいまますすし逆ににに医療者者がが患者さんの表情情や感情が読み取りにくいという状況にもなっていますで外来や入院治療自体がコロナ感染のリスクを伴うということでこの治療を高齢者のリンパ腫の患者さんに勧める時に少し躊躇してしまうという状況もありえます。医療者側としては対面での学会や勉強会などに参加できなくなってきました。 スタッフがコロナを理由に退職されたり、えー、マンパワーとしてコロナの方に診療のスタッフをつけることでリンパ診療には患者さん対応としてのスタッフが減ってきているという現状もあります。まあ書類準備や感染対策等の手間が大幅に増えてきました。変わらないことです。患者さん側としてはケアが悪いとリンパ腫はやっぱり悪化し続けるということです。また。 患者さんが孤立してですね、精神的に不安になってしまうということもありえます。でこういうコロナの状況ではありますが高いレベルの治療を安全に受けたいという欲求もあります。医療者側はリンパ診療にやりがいを感じているっていうのはもちろん変わ,変わりなく思っております。最新の治療や技術はできるだけ診療に取り入れたいとも思っております。 その上で安全な治療であれば手術や保存療法であったり患者さんにぜひ届けたいとも思っています。コロナ禍のリンパ診療で変えなければならないことということで、まあ、私の個人的な案ですが、えー、これだと思っています。徹底した DX 化デジタルトランスフォーメーション化、まあ、デジタル化というものですねと言葉の伝達力を強化する必要があるかと思っています。 DX はなぜ必要かっていろんなサイトにありますのでぜひそちら参照してみてください、まあ、デジタル化の推進です個人的にここ12年で変えてきたことっていうのを3つご紹介して今日のまとめにつないでいきたいと思います1つ目講演内容を YouTube にアップロードするようにしました2つ目運動教室をオンライン上で実施するようにしてきましたオンライン診療や電話診療を取り組んで、えー、トライアルエラーを繰り返している まあ改善しようとしていることにあります一つ目です講演内容を YouTube にアップロードすることですこれまでは講演会や研修会で類似の話を全国で行ってきましたそうするとまあ参加者だったりまあその質問内容も似通ってくる状況というのを感じておりました DX 後この講演内容を YouTube 上に上げた後はどうなるかというとメリットは多数ありました ウェブでの講演会や研修会の参加者がこれまでに私がアップロードした動画を見て参加してくれてその上でより深い質問をしてくれるようになってきました言葉の伝達力が上がってきたかな強化されたかなというふうに思っています2つ目一部の患者さんにおきましては LINE する前に動画を見てこられますので非常に理解されてこられます そうすることで、えー、診,察か診療回数が減らすことができたり、診察時間を短縮し、効率化することで感染対策ができるようになってきたかなというふうに思っています。3つ目は、関連企業の打ち合わせが非常に簡単になってきました。担当者が事前に私の講演内容を理解して、まあ、閲覧してから来てくれるので、打ち合わせはより深いところまで話し合いができます。2つ目です。 運動教室をオンライン上で実施することっていうところでお話をさせていただくと従来だと院内での運動教室の実施や入院での運動指導実施っていうところで非常に人数に限りもありましたしマンパワーも非常に必要としていました DX 後デジタルトランスフォーメーション後は運動教室をオンライン上で実施するとメリットが多数ありました一つ目は、 医療者と患者さんたちが一緒に運動することで精神的な孤立を予防することができるようになってきました。2つ目です、患者さんが体重のコントロールを行うことで症状の悪化が予防できるようになってきました。3つ目です、運営スタッフが少人数、まあ、約4名程度でも多数、まあ、100名近い患者さんの指導がこのオンライン上で可能になってきました。4つ目です。診療の際に、 この一緒に運動された患者さんに関してはすでに連帯感であったり共感っていう気持ちが生まれてますので診療が非常にやりやすくなってきたっていうのがあります、えー、例3つ目ですオンライン診療や電話診療の取り組みについてお話しさせていただくと従来では JR 東京総合病院に全国から多くのリンパ腫患者さんが来院してくれていました非常に長い待ち時間で手術待ち期間も長いような状態です それを DX 後デジタルトランスフォーメーション後に、えー、どういうふうに変わってきたかというとメリットは多数あります。症状が落ち着いている患者さんに関しては電話で対応が可能になりました。そうすると、えー、2つ目のメリットとして LINE する患者さん数を減らすことで感染対策が可能ですし業務効率化が図れますそうしたことでスタッフが減っててもスムーズに安全な外来が運営できているというふうに考えております。 3つ目は患者さんは担当医が電話で、電話等で対応してくれることで非常に心理的な安心感を持っております、えー。しかしながら、オンライン診療や電話診療が難しい局面というのもあります。1つ目、新規の患者さんはオンラインや電話での対応というのはやっぱり難しいなというふうに感じました。不臭の詳細であったり、患者さんの心理状態であったり、全身状態というのは実際に 対面で診察してみないとやっぱり難しいというふうに感じておりますまた急激な悪化時も同様の理由で実際の対面診療が必要だと考えております、えー、今度は個人じゃなくて医療チームとして変わらなければならないことっていうのをお話しさせていただ,いただきます DX 化によって医療者間の情報の共有を強化すること,とチームとしての力,力を 横に広げるんじゃなくて深めていくより強くしていくっていうのは非常に重要だっていうふうに感じております3つお話しさせていただきます、まあ、1つ目は医療機関と治療院との連携強化です2つ目はストッキング企業や関連企業との連携の強化です3つ目は、えー、オンラインサインの我々が今運営してるんですけどこのむくみゼミナールというものを活用しております 1>, 1つ目、ちょっとお話しさせていただくと、医療機関と治療院との連携強化というのは、JR 東京総合病院の場合をごお話しさせていただきます。患者さんは JR 東京総合病院に LINE されて、診断されで、入院の治療、まあ、保存療法であったり、手術をお話しされます。または、えー、リンパ腫以外の病気を持っている方は、場合患者さんに関しては、他科の診察をコンサルトで。 チェックしてもらいますでその上で保存療法やセルフケアの指導訪問診療が必要な方は近隣のリンパ腫専門のクリニックベテル南新宿診療所をご紹介してこちらで見ていただく場合もありますし肺陽性不腫をお持ちの高齢者の方であればタウン訪問診療所、まあ、訪問診療を専門にしているクリニックと連携を深めていくことで訪問リハビリだったり訪問診療ができるようになってきました。 でさらには、アナ治療院、メグミ治療院、オリエンタル治療院等の治療院ともうまく連携することで、よりあの深いセルフケアの指導であったり、保存療法をやってもらったり、体重のコントロールをやってもらうというように作ってあの、連携の体制を作っております。で、DX 化する前のポイント、DX 化のポイントとしては、DX デジタルトランスフォーメーションを行う前に、 医療者、治療者同士が顔の見える連携を構築しておかないと、やはりデジタルで連協力していくというのは難しいかと思います。これまで、えー、コロナ前に築いてきた信頼関係をより深めていくというところが重要になってくると思っています。2つ目です、関連企業との連携強化というところでお話しさせていただくと。 従来だと企業の担当者が新商品の紹介をするために病院へ挨拶に来てくださっていました、まあ、我々も診療の合間ということもあって3分から10分程度の時間を作ってまあ商品の話を聞きますそれをデジタルトランスフォーメーションさせていくとどうなるかというと我々は今企業の方々とオンラインイベントを共催するようにしましたメリットは多数ありまして リンパセラピスト向けのイベントを行う際に、まあ、そのイベントの前に企業担当者と定期的な打ち合わせをして商品のコンセプトであったり限界であったり可能性というのを理解していきます2つ目としては医療者から患者さんのニーズというものを担当者に直接説明してその商品自体を改良してもらうということも可能になってきます3つ目はイベントを企業の方と、まあ、医療関係者と一緒に開催することで ま非常に強い連帯感が生まれてですね、信頼関係ができていきます。まあ、我々が今まで行ってきたイベントっていうのは下にあります。あの非常に意味があるあのイベントになったかなというふうに思っています。で先ほどからちょっとずつ紹介させていただきますが、オンラインサロンむくみセミナールっていうものを開始しました。従来だとみんなで1箇所に集まって研修会をしたり省令検討会っていうのを全国各地で行ってきたんですが。 デジタルトランンスフォーメーメショ後、まあ、オンライン化した後はですね、メリット多数ありまして全国のリンパセラピストと定期的に顔の見える連携というのができるようになってきましたでセラピスト自身はセラピスト間での会話や対話を行うことで最新の知識っていうのが頭の中で整理されるようになってきました でこのようなディスカッションしている内容などを YouTube の動画として掲載することでそれをまた後日見ることで隙間時間に学習できるということで学習効率が向上しているかと思っています。で4つ目は Facebook ページ上でストッキング .com という新しい名前のコンテンツを作ってです、ね、ストッキング自体の口コミの投稿であったり掲載だったり閲覧ができるようにしました。そううすることで企業の担当者が言う 教科書的な話ではなくて裏技であったり自分はこういうふうに使ってこういうふうに良くしていったんだっていう話を情報共有することで知識が蓄積できるようになってきましたそういうところは新しいかなっていうふうに思いますまあ医療連携っていうのをうまく DX 化できないかっていうので、まあ、いろんなコンテンツを準備して Facebook や Zoom や YouTube を使って、えー、医療者治療者とつながっている いう状況になります。現在60名から80名ぐらいの方が参加してくれています。まとめです、えー、コロナ禍におけるリンパ診療の危機というところで変わったこと、変わらないこと、えー、変えなければならないことというのでお話しさせていただきましたが、我々が今後やらなければ、能動的にやらなければいけないのはやはり変えなければならないことだと思っています。そういったところで、で私どもののチームでは今後の 方針、方向性としては、徹底したデジタルトランスフォーメーション化っていうのと、言葉の伝達力を強化して、患者さんとの関係性をより深く、そしていいものにするとともに、医療者同士、治療者同士もより良い連携であったり、良い信頼関係を作っていくという方向に持っていければと思っています。 ついいててお話しさせたただきましたコロナ禍コロナ後我々はやはりこのデジタルという技術を使って、より信頼関係を深めて、そして患者さんにより良い治療を提供していく必要があるかと思っています。それではまた